天候晴れ、気温34度、湿度 43%、 東南東の風 1.5 メール1メートルでした。では男子 100m 決勝が行われます。この種目の大会記録、日本学生記録はともに2017年に東洋大学の桐生義秀さんがマークした9秒98です。準決勝を突破するのは東洋大学の柳田大輝、10秒14の好タイムをマークしました。7月のアジア選手権では10秒02をマークし、アジアチャンピオンに輝きました。さらに今年の8月のブダペスト世界陸上では 100m で準決勝進出、 400m リレーでは日本の入賞に貢献しました。着実に世界トップとの差を縮めつつ、有柳田が日本学生チャンピオンの称号を手に入れるのでしょうか。2017年に大学の先輩桐生義秀さんがマークした9秒98の日本学生記録の更新にも期待がかかります。それに次ぐのは仙台大学の大谷直樹、7月に10秒15の東北学生記録を樹立しました。準決勝でも10秒18、王将が伺えます。熾烈な表彰台争いが予想される男子 100m 決勝、まもなくスタートです。
33。4着三輪颯太慶応義塾大学10秒37。5着宇野翔斗順天堂大学。6着中村翔太東洋大学10秒42。7着小島大ポール東海大学10秒43。このレース騎馬隊が上がっております。正式結果をお待ちください。いい勝負じゃん。